まぶしい。何これ、ちょっとまぶしすぎるんだけど。ただいまの時刻5時6分。また徹夜をしてしまった。いや、今日はね、大事な用事があるんですよ。なんとですね、失恋してから初めて男の人とご飯に行くっていう、もう一大イベントでしょ。しかもバレンタインが近いということで、もうちょっと気合い入れて「Get Ready With Me」を撮ろうと思って今撮ってるんだけど、まさかのオールで行くことになりそう。オールなんてさ、かっこいいの学生までだから、大人になると徹夜って言って、徹夜って全然良くないからね。普通に寝不足で行くことになりそうな感じがするんだけど、まあでも全然、1日ぐらいだったら普通に頭クリアで喋れるから、まだ大丈夫なんだけど、問題はね、体力なんですよ。というのも、今日はちょっと、チョコレートを作っていこうと思っててね。まあ詳しくは後で話すんですけど、材料とかもいろいろ買ってるから、ちょっと作るシーンは、まだ入れようか迷ってる。でも一応カメラは回そうかなとも思っている。まだバレンタインチョコを作る前に、この顔だとね、マジでやる気出ないの。だからちょっと準備をしてからチョコレートを作って、で持っていくっていう形を取ろうと思っていて、ただまだ編集が終わらないから、もうちょっと編集して、もうちょっと時間が経っていい塩梅になってきたら切り上げて、メイクをして、ヘアセットとかもろもろして、チョコレート作って、着替えて出かけるっていう。そういう感じで今日はね、ルーティン動画を回していこうと思います。だからね、遅刻するか否かは、ワイがする編集にかかってる。このまま怠けなければ大丈夫。で、このまま寝ちゃったら、終わる。フラグ？もしかして。フラグ回収しないように頑張って編集してこようと思います。でももうすでにね、目の上の目が疲れた時にしか出ない特有の痛みみたいな、コリみたいなのが出てて、限界なのかなって思っているんですけど、ちょっと頑張ってこようと思います。ってことで頑張ってきます。よろしく頼むぞ。めちゃくちゃ朝や。てか、雲一つない。すごい。お出かけ日和やん。てか、いつの間にかおパンチのヘアバンドがなくなってる。どこに行っちゃったんだろうな。てか、あのヘアバンドつけてるとね、お前の頭がでかすぎて、もう締め付け強くて頭痛くなっちゃうんだよね。だから無意識に我慢の限界を超えて取ったんだと思うんだけど。消えちゃった。ということで、なんだかんだ、昼の12時になっちゃったんで、もうそろそろ準備しないとやばい。まだお風呂にも入ってなければ、まあ当たり前に全然準備とかも何もしてないんで、それをね、やっていこうと思います。で、今日の集合時間なんですけど、だいたい夕方ぐらいにしようっていう話をしてて、まあそんなにきっちりした時間は決めずに会うことになったんですよ。なんだけど、俺多分計算をミスってるんだよね。みんなからしたら夕方って何時ぐらい？まあだいたい16時とか17時とかそんぐらいだべ。ってことは、まあ、16時だとして、あと4時間しかないわけ。で、Y 準備に2時間かかるんですよ。チョコ作り2時間でいける？頑張ります。あれおかしいな。結構ちゃんと計算したつもりだったんだけどね。どこでミスってしまったんだろうか。てかわいい。普通に湯船にお湯溜めてお風呂入ろうとしてたんだけど、そんな時間もないかもしれない。よくよく考えたら、なんかちょっと焦ってきた。急いで行きますか。お風呂。あ、ちょっと待ってよ、これ。ここにカメラを置いてどうするんだね。みんなに見せるわけにはいかないだろう。そしたら、お風呂に入って、いつもの撮影スペースに戻って、そっからカメラを回すので、少々お待ちください。ゆっくりしていってね。眠すぎる。やっぱり徹夜の月が回ってきてる気がする。お風呂に入入っただけなのに、体力が消耗されている気がするよ。ただいまの時刻、12時36分。思ったよりお風呂にも時間がかかってしまった。いつも元気がある時はね、マジで10分とかで入り終わる時あるんだけどね。そしたらちょっと一旦前髪だけ乾かそうかな。変な跡がついても嫌だしね。爆風って理由でだけ買った小泉のドライヤーを使って乾かしていきます。オッケー。まず目をつけて髪の毛を軽く解いて、これをねまとめておきます。ヘアクリップはお気に入りのやつ、シーンかな。ある程度乾かしてはおきたいんだけど、完全に乾いては欲しくないからまとめておきます。まとめておくとさ、ちょうどいい具合に乾かん。よし、あ、カラコン。待って、ちょっとカラコン忘れた。やばいやばいやばい。カラコンない。キちゃん、カラコン知らない？マジでカラコンない。し、記憶もない。記憶も一緒に見つけないと。あ、あった。最近はね、カラコン、ミンカラのティアラグレーを使ってるんですよ。今日はこれ使っていくね。ピンボケしちゃったらごめん。よし。ミンカラのティアラグレーはね、今までつけてたファビュラスの3番よりかは着色直径が小さいんだけど、これちょっと内斜視が入ってて、こっちの目が確かちょっと寄ってるんだよね。それもあって、ちょっと球心側に見えやすいから、カラコンはね、ちっちゃいのをつけた方が目が離れて見えるんですよ。まあ、着色直径が小さくなるから、それは当たり前なんだけど、でもあれずっと大きなカラコンつけてたからさ、あんまりちっちゃいの慣れなくて、クリームで待って、めちゃくちゃ滑るんだが、絶対使わない方が今日は入れられる。はい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 。眉毛揃っか。うわ、眉毛剃るってよりかちょっと抜きたい欲もあったんだよな。前回の動画編集してる時にね、上のこの眉毛はもうしょうがない。もうほぼないようなもんだから、これ抜くってなったら大変だから、まあ剃ってるんですけど、この下の部分に関してはね、毛抜いた方が綺麗に見えるなと思って、それやりたいんだけど、時間がないよな。どうしよう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 。迷う。一か八か、毛抜きがあればやります。なければやらない。それでは、ちょっと毛抜きを探してみる。わー、どうする？あったらやることになるよ。あった。やります。あ、待って。手剃ったところから出血してる。痛っ！待って、眉毛抜くの久々すぎて痛い。え、待って、痛すぎ。マジ？早々に後悔している。え？出血してるやんけ。なんだ、ちょっと止血してくる。だいぶいい感じに止血できたけど、みんな気をつけるんやで。そしたらメイクをしていくんですけど、今のはいい。めちゃくちゃメイク瞑想期でございます。前回毎日メイクをあげたと思うんですけど、Y が毎日メイクを出すタイミングって、毎日メイクを変えようって思うタイミングなのね。というか、なんか体が自然とメイク動画を出したら、違うメイクにこう移り変わっていくっていう、なんかそういうムーブを取ろうとするのね。で、今絶賛そんな感じなんですけど、ちょこちょこいろんなものを試しながらメイクもやっていこうと思います。そしたらまず最初に、ちょっとね、新しく買ったものを試したくてね、それが、こちらなんですが、ロージーローザのマルチファンデパフ。これ一時期マジで話題になって欠品してたやん。でもわいね、そういう流行りからちょっとずれて買うから、結構買えることが多くて、今だったら買えると思うから、みんなもぜひぜひ、薬局とか、ドンキでは見たことないんだけど、もしみんな、ここで見たよっていうのがあったら教えてください。プラザとか東急ハンズとかでも取り扱ってそう。で、取り出してみたんだけど、これやばいね。めっちゃもちもちだね。すごいもちもちってかふわふわで、マルチに使えるファンデらしいんで、一応2つ入ってるから、リキッドとパウダーみたいな感じで使い分けていこうと思います。使うの楽しみ。そしたら下地から塗っていきます。下地は変わらずいくね。キャンディードールのブライトピュアベース CC のミント。いやーなんか、男性とご飯に行くの、2ヶ月ぶりってなったら、ちょっと早いように感じるけど、いや、あれか、普通に働いてたりしたら、男性とご飯に行くとかって結構あるのかもしれないな。どうみんな。前はね、工場で電気工事士してた頃は、会社が男性ばっかだったっていうのもあって、結構そういうご飯会みたいなのはあったんで、それとかと比べると、2ヶ月ぶりってやばいレベルなんだけど、しかもやっぱ社会人ってなると新年会とかそういうのもあっただろうし、そういう頃の自分と比べちゃうと、2ヶ月って、っていう感じだけど、意外と世の中的には普通なのかな。どうなんだろう。でも、失恋してから2ヶ月も経っちゃったんですねっていう。なんかもう、マジで何もしてなくて、プライベートの記憶ってあんまないんだよね。あれ何してたんだろうな。マジで何してたんだろう。てか、パフしれっと使っちゃったけど、めちゃくちゃ気持ちいい。下地の密着度が結構いい気がする。OK、そしたら次にファンデーション。ファンデーションはこちら。メイベリンから出てるスーパーステイルミマットリキッドファンデーションの N10 番を使っていきます。前回上げた動画でもこれ使ったんですけど、もうこれ最近のブーム。リキッドブームが最近来てるんだけど、このファンデーションのおかげで来たと言っても過言ではぬ。マジでいいんですよ、これ。名前にルミマットってつくだけあって、マットに仕上がるんですけど、結構白目。白いファンデーション好きな人はこれ刺さりそう。5点置きというか、5面置きして。で、話は戻るんだけど、この別れて2ヶ月。もう全くと言っていいほど男っ気のなかった2ヶ月だったんですけど、今日ご飯に行くということで、前から連絡はちょこちょこ取ってた人なんだけど、まあ、全然ね、好きとか、向こうも絶対そんな感じじゃないし、そんなんだから浮いた話とかも全然ないんだけど、まあ、バレンタインがね、近いということで、せっかくだからね、チョコを作って渡そうと思っているわけですよ。待って、最悪、青眉隠してない。ファンデーション塗っちゃった。どうしよう。どうやって巻き返そう。どうしよう。2024年、初めてこんなに焦った。どうしよう。待って。一旦、ちょっと重ねることになっちゃうけど、キャシードールのチークをちょっと眉毛に、いつも通りやるしかないよなぁ。これは頭が回っていないからかもしれないなぁ。寝不足から来ている。冒頭で頭クリアでなんちゃらかんちゃらって言ってたんだけどな。まあいいや。ちょうどこの眉毛切ったところも隠していっちゃいますか。そしたらダーマシンコンシーラーを使って、ここから取ります。中指でくる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 って均等にお裾分けして、これだけでいけそうだったら上からファンデーションとか重ねずにいこう。こういう時に限って、何にもない時はね、マジでメイクうまくいくのにさ、こういう時に限って重要なミスを犯すんだから、まあ、これも人生なのか。しかもう一個重要な寝不足による弊害を見つけた。目がめちゃくちゃ乾く。もうしょぼしょぼしてるもん。カラコンつけて、まだ20分ぐらいしか経ってないのにしょぼしょぼしてる。眉毛意外といい感じだわ。そしたら普通にコンシーラー塗っていっちゃおう。なんかクマも心なしかやばい気がする。で、小鼻にはフォレンコス。よいしょ。なんで小鼻にはフォレンコスでクマにはダーマシンコンシーラーなんですかっていうコメントをよくもらうんだけど、めちゃくちゃこだわりがあるかと言われるとそんなことはなくて、どっちのコンシーラーもめちゃくちゃ大好きなんですよ。なんだけど、フォレンコスのコンシーラーがね、マジで密着系だから、小鼻が本当に崩れづらくなって、そういう密着系のコンシーラーを探してる人とかはね、超いいと思う。ニキビとかカバーするのにもすごくいいです。てかさ、大人だからバレンタインチョコって買って渡した方がいいのかな。作っていったらもしかしてキモい？でもわかんないじゃん。もしかしたらこれを機にさ、何かあるかもしれない。なんか進展があるかもしれないじゃん。だったら、せっかくだし作っていきたいっていう気持ちもあるんだよね。しかも初めてご飯に行くわけだから、義理なのは絶対わかるだろうし、でも義理から何かね、本命に変わるかもしれないし、そんなのマジでわかんないじゃないですか。うまい感じに優しい嘘みたいなのついた方がいいかな。事務所の人に作っていく用事があったんで、みたいな。え、その嘘何？たとえそうだったとしてもそれは言わんでええやん。じゃあ普通に渡した方がいいわ。絶対言わなくていいもんな、今の。OK、そしたらティルティルのキープミストを顔に。絶対かけすぎだけど7プッシュぐらいかけて乾かします。え？1時半なんだけど。ちょっと待って、このキープミスト乾かしながらちょっと考えるね。え、4時集合だったらあと2時間半しかないし、5時集合だったらいい感じだけど、え？ちょっと待って、夕方の定義。もう初対面の人にチョコ作ってたらキモいかなっていう話よりも、夕方の定義が知りたい。顔にね、パウダーを塗っていきます。パウダー最近これお気に入り。デイジードールから出てるルースパウダーの01番使っていきます。もうこれがね、めちゃくちゃサラサラになるんですよ。最近のかなりヒット商品。1年ぐらい前にコラボさせてもらって以来、久々の登場ですかね。でもこれ、もう1週間ぐらいは使ってるな。ちょっと顔面の上半身だけ塗りました。下半身は後で塗る。あ、ちょっと待って。忘れ物しちゃった。やばい。パンチュが食い込んでる。もうそんなのも構ってられない。キャンメイクのね、アイベースを見事使い切りまして、新しいのを購入しました。また同じやつ。てかこれ、ナイアシンアミドとか入ってるんだね。他にも、パルミチン酸、レチノール入ってる。すごっ！あと、アミノ酸が3種類入ってる。あと、ツボクサハイキス。で、3種類のセラミド。えぐっ！だもん、いいわ。使い切るわ、そりゃ。しかも、色がついてるやつだから、目の上のくすみとかを飛ばしてくれるんですよね。めちゃくちゃいいよこれ。わあ、はじめまして。そしてね、このキノコパフも新調しました。これもちろんシーンで買った。またね、シーンで買い物をして、今日プライベートで買い物したから、昨日普通に一人で開けたんだけど、その中に入ってた購入品ですね。あと他にもね、よいしょよいしょよいしょ。見える？この辺にあるアクセサリーのケースとか、なんかその台とか、なんかめっちゃあるやん。手とか。この辺もね、全部シーンで買いました。ちゃんと映ってるかな？こっちも取っておいて。あららら、ちょっとでかいね。あらららら。その他にもね、ネイルパーツを主に買ったんだよね。ネイルブームも最近来てて、やばいです。これもね、最近やったんだけど、若干左右で色を変えてて、本当はピンクと水色でがっつり色変したかったんだけど、ちょっと手元にね、色がなくて、すごい薄い変化になっちゃったんだけど、でもこれでも場合は満足しています。最近はね、ちょっとこういう白っぽい透明感のあるやつに、シルバーのパーツだったり、透明のパーツを散りばめるのが好き。イヤスコ。そしたらアイシャドウベース塗り終わったんで、アイシャドウを塗っていくんですけど、アイシャドウもね、新しく買ったんですよね。これはダスト教がストーリーのメンションで教えてくれたやつで、これ、ホリカホリカの新作のアイパレットなんだけど、うわ、コスメ開ける瞬間ってなんかワクワクするね。なんかそういう気持ちすらも最近は忘れていました。わー、かわいい！じゃん！かわいい色！こっちがブルベさん向けかな。で、こっちがイエベさん向けかな。なんかあんまりパーソナルカラー系もね、詳しくないから、細かいことはね、もうあんまり気にしてないんですけど、うわ、今日どっち使っていこうかな。めちゃくちゃ迷うな。どうしよう。どっちがバレンタインっぽい？これ意見めちゃくちゃ分かれそう。髪の毛と合わせてみる？髪の毛とだったら、多分こっちなんだよね。でも好きなのはこっちなんだよね。こっちにします。多分、イエベさん向けです。わあ、迷ってる場合じゃないけど、どの色使っていこうかな。とりあえず、この色を使って、上まぶた全体に塗っていきますと。わあ、てか、どっちがバレンタインっぽいっていう話したら、なんかまた色々思い出すことがあるな。わいさ、マジでバレンタインとは無縁の人生だったんだよね。もう本当にこれはね、声を大にして言える。いや、大にして言うことかどうかはわからないけど、本当に無縁の人生だった。っていうのももう、Y の高校が、まあ、みんな知ってると思うけど、工業高校だったんで、女の子がね、Y の学年180人いたんだけど、その中で8人しかいなかったんだよね。で、最終的にもっと減ったんだよね。みんな辞めてっちゃったりとかしてって、結局6人ぐらいまで減ってったと思うんだよ。そんな感じだったから、もう Y のクラス、Y しか女がいいなかったの。これも喋ったことあるから、新規で入ってきた人とかはびっくりしたかもしれないけど、ワイはね、高校2年生、3年生の電気科で暮らしていた期間は、クラスにワイしか女がいない状態で過ごしていました。だからね、逆にバレンタインとかはマジでいつも通りだったんだよ。まあ、先生に作って持って行ってたりはしたんだけど、むしろ波風立てない方がいいよねっていうのがね、ワイの思いだったね。多分、共学の高校とかだったら、もうちょっとあれかな、メラメラしてるとかある？あ、てか待って。うちの高校も一応共学なんだわ。勝手に男子校ってこう頭の中でね、置き換えられてたけど、うちの高校も共学です。おもろすぎる。ほんとあまりにもね、男ばっかりだったんだよね。しかも学生時代はバレンタインに被った恋人とかもいなくて、彼氏っていう存在にバレンタインをあげたことは人生で一度もない気がする。手作りなんかマジで一回もないの。ただよく覚えてるのは、ハンドボール部のマネージャーだったんだけど、その時のね、キャプテンのことがもうめちゃくちゃ大好きで、その人のことがずっと好きだったんですよ。でその人にはあげた記憶がなんかうっすらあるんだよね。で社会人になってからもう1年とか付き合った人いただけど、軽くご飯行った程度とか、ちょっと豪華なご飯作ろうかとか、そんな程度だった気がして、チョコはね、作ってないね。あ、ちょっとね、進んでいっちゃったんですけど、今はね、この真ん中のメインカラーを目尻と下まぶたに塗って、ここのキラキラを上まぶたに塗ってきました。キラキラしてるかな？塗ってる時ね、めちゃめちゃ繊細で可愛いなと思ってたんだけど、モニターでも伝わってるといいな。そしたら、この下の段の濃い色を使って目に線を描いていきます。てか、まだバレンタインの話は続くんだけど、前ね、イベントごとにあんまり興味がなくてね、これ本当に良くないことだと思うんだけど、っていうか、イベントごとをさらっと過ごすのがかっこいいみたいな。なんか多分そういうのがあったんだと思う。つい最近までそれはあったんだけど、もうやばいだろってなって、イベントごとなんて思い出にしてなんぼのもんじゃいっていう感じだし、それがさ、生きていく上でこう喋る時のネタになったりするやん。そういうのとかも全く気にせずワイは来てしまったんだなと思って、すごく後悔してるから、今年からね、大事にしていきたいと思っているんですよね。まあ、と言いつつ、お正月は実家に帰らず、東京で一人でいたんですけど。てかさ、ちょっと会議しない？家族会議しようみんな。さっきも言ったけど、ワイ2ヶ月前に別れたじゃん。まあ、2ヶ月前って人生の期間で言うと、まあ、短いけど、個人的には、ああ、もう2ヶ月も経っちゃったんだっていう。マジでそういう感覚なのね。この2ヶ月の間、めちゃくちゃ突っ走ってきたし、まあ、もちろんたまに思い出すことはあったにしろ、だいぶ傷は浅い方だったんですよ。まあ、別れた当初は、まあ、ぶっちゃけ死ぬと思う。思ってた。うん。俺死んじゃうんじゃないかなって思ってたし、周りの人もそう思ってたみたいで、特にマネージャーとか、マネージャーは現在進行形でワイのことを一番身近で見守ってくれてる大人ではあるんだけど、そんな人が、もうダストがやばいみたいな、本当にやばいかもしれないから、俺様子見てくるわって言って、めちゃくちゃうちに来てくれてたんですよ。それぐらい、ワイは大丈夫だよって言ってたんだけど、やばかったんだろうね。本当に。で、当時のことをちょっとマネージャーに聞いてみたいけどな。自分的にはもう大丈夫って思ったからあのルックブックを取ったし、周りの人にも大丈夫大丈夫って言っていたわけなんだけど、自分にもわからない体の変化というか、見た目の変化みたいなのもあるじゃん。SOS 的な。そういうのをうちのマネージャーは感じ取っていたのかなとかもすごい思うんですよね。まあ、付き合った期間は長いか短いかで言うと、ワイがしてきた恋愛の中でも最長ではなかったし、その人より前に付き合った人で、その人より長く付き合ってきた人、ちょっとややこしいけど、いるんですよ。だから期間的にも短かった方ではあるんだけど、なんせね、本当に惚れ込んでいたので、ああ、わい、このまま干からびていくのかもしれないなって、最初の頃は思ってたな。これはね、振られた側あるあるだと思うんですけど、実際はね、めちゃくちゃ生きてるよ。ほんとそんなもんなんだろうな。あの動画を出してからありがたいことに恋愛相談とかをね、DM でしてもらえるようになって、まあ見るたびに返してるんだけど、みんなも大変な恋愛をしているようで、ワイなんかができるアドバイスほとんどないんだけど、頑張ってちょこちょこ DM で返してる。でもさ、次の恋愛がもうほんとに怖いんだよね。こんなに慎重になってるの、人生で初めて。前回の恋愛がね、もうワイの中でもかなりでかかったんだよな。大恋愛的な感覚なのかな。だからもう次同じ失敗したら、もう自分を疑うなって思っちゃうから、失敗したくないって思ってて。で、なかなか前に進めず、こうやってくすぶっているという感じでございます。本当にね、失敗もクソもないよって感じだから、もうみんなコメ欄でワイにカツを入れて、本当に。ただ細いブラシでピンクをちょっと足して、やっぱり下まぶたメインのメイクだから、このピンクを入れるのと入れないのじゃ、なんか下への重心がかなり違うんだよね。下にばっか重心がいっちゃうとクマっぽくなるから。したらザセムのコンシーラーで涙袋を明るくすると。しょぼ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 。やばい。当初メイクとヘアセットを終える予定だった2時を過ぎたんだけど、絶対あれだよ。ワイだけ時間軸が人より早く進んでいるよ。絶対おかしいと思います。本当ですか？本当にもう2時間経っちゃったんですか？ワイがみんなと楽しくお話ししてたから。そしたら、じゃじゃん！これもね、新しく買ったの。これシーンですね。4本セットの筆で、ちょっとね、細かい作業に使う筆。といっても、ワイが持ってる、このダイソーの筆みたいな感じで、線が描けるっていうよりかは、なんかもうちょっと違うんですよ。ふわふわしてる、ちっこいアイシャドウブラシみたいな、そんな感じ。で、これを使って、涙袋コンシーラーした上にパウダーを乗せていきたかったんだけど、それ用のブラシがなくて、で、買いました。で、涙袋を白くしていくのが、これもね、ジューシーのやつ。こんな感じになってて。ちょっとなんかね、爪で削っちゃってるんだけど、これをブラシに取って、ピンポイントでね、乗せる筆が欲しかったんだよ。いや、めちゃくちゃいいでござる。いい感じ。そう、一旦このお粉の工程を終えないとね、シワに溜まってきちゃったりするんですよ。パウダーって大事なんだよね。特にこういう濃いメイクをしてるとすごい大事だよね。そしたら、ピンクのライナー。これね、キャンメイクのやつなんだけど、これ多分涙袋ライナーなんだよね。これを、ワイはね、この下のとこに引いていきます。黒目の下。OK。アイラインなぞろ。最近ね、カロミーのアイライナー使ってたんですけど、やっぱり XYXY のアイライナーが一番好きで、戻ってきた。色がね、104番。焦げ茶っぽい感じです。さっきどこまで話してたっけ？恋愛もう失敗したくないよっていう話をずっとしてた気がする。なんかさ、今もうこんな時代だから、一人で生きていくっていう選択を取る人も多いって聞くのね。でもそれはテレビの切り抜きかなんかで見たやつだから、実際どうなんだろうっていうのはあるけど、そういう選択を取るのも一つ手だと思うんですよ。でもやっぱり地元の子は結婚してるしさ、なんならうちの妹なんかも子供2人いるから、今から結婚まで考えるともう先が長すぎて、それこそちょっと途方に暮れそうだけど、でもちゃんと前に進むっていうその行動をね、していかないと、もう一生これでくすぶってる自信があるから、それもそれでやばいと思っているっていう。ジュディドールの下まつげライナー使います。これ3月で24歳になるんだけどね。24歳って、まだ24歳とも取れるし、もう24歳とも取れるって、そう思わんみんな。まだ大丈夫だよって言われることもあれば、いい人はいるのかって言われたりもするっていう。なんかそういう絶妙な年だと思ってるんだよね。つけまつけまつけまつげ。パチパチつけまつげで、つけまつけまつけまつげ、パチパチつけまつけるの。はい、やば、懐かしい。わい、踊れるよ。パッチリパッチなおめめのが。金で買った、いつものつけまつげ。結局黒軸に戻ってきちゃった。透明の軸も買ったじゃん。透明の軸ね、扱いづらかったんだよな。黒い軸の方がちょっと固めな気がします。こんなことしてる場合じゃないのは分かってんだけど。これを一旦目尻側だけね、こうやって外して、そしたらハサミの登場。ああ、もうダメだ。この目尻の毛束を2本切るんだよっていうのを伝えたかった。見やすく伝えたかったんだが、無理だった。つけまつけるね。ワイは目頭の位置を決めてから、目尻貼る派。で、かつこの黒目上以外のまつげはね、ちょっと寝ててほしいから、パッてつけるんですよね。鬼とかさ、人外系のキャラの子って、こういうなんか、まつげ一本だけ立ってますよみたいな子いるくない？パッとキャラクター出てこないけど。オッケーしたら、あ、待って！全然アイメイク終わってない！今自分で見てびっくりした。え、待って！てか、いろいろ忘れてる！え、セザンヌのこのプライマー塗るの忘れた！やばっ！寝不足と緊張？これはどっちから来ているものなんだ？やばすぎる。涙袋にね、キラキラ塗るの忘れたの。で、使っていくのが、このキャンメイクのムニュットハイライター01番。と、これもね、シーンで買ったチップです。これ普通にハイライトなんだけど、こんな感じでチップに取って、涙袋に、できれば上半分だけに塗りたいんだよね。もう一個忘れてること思い出しちゃった。これ。むくみん！忘れてた！今からでも全然間に合うべ。寝てないから、今のところはむくみないんだけど、ご飯食べた後とか一気にむくむから、これ多分今日最適。そしたら涙袋にラメ。はい。ダイソーのやつ使っていきます。アイデートのラメですね。でもこれね、見て。これやばくないこれね、唯一これの悪いとこ。マジでこれめちゃくちゃ可愛いラメなんですよ。ほら。キラキラしてて可愛いべ。なのにさ、これ筆がさ、塗り書いたらありゃしないの。これなんだっけ、なんか熱湯かなんかに浸すと戻るんだよね。噂で聞いた気がする。はい、そしたら今度こそアイメイクは完成。最近はね、垂れ目メイクにハマってるんだけど、つけまのおかげもあって、なんか、ちゃんとした垂れ目には見えないかも。これ、つけまがないとね、結構がっつりした垂れ目なんですけど、この垂れ目ラインが最近のマイブーム。ってことで、次、シェーディングしていきます。シェーディングね、これ友達が使ってて、使わせてもらってめちゃくちゃ良かったから、みんなにもシェアするね。それが、これ、セザンヌナチュラルマットシェーディング02番なんだけど、色はキャンメイクのシェーディングの04番に似てる。なんだけど、こっちの方が粉が柔らかいの。だからめちゃくちゃ扱いやすくて、これびっくりした。え？こんなにこれ良かったの？みたいな。わい、持ってたんだけど、キャンメイクの方をずっと使ってたんよ。もうこれを使わせてもらってから、もう。で、鼻のところまだパウダー塗ってないから、ちょっとお直しもしつつ、それが終わったらシェーディング塗ろうかな。一旦ファンデーションを手のひらにこんな感じで雑に出して、これをパフで吸わせる。端のところまでこうやって吸わせてあげると、小鼻とかすごくやりやすくなります。この化粧をしてる短時間でもね、化粧が崩れますから。それはシェーディング。いや、マジでこれ、シェーディング系で久々感動したんだよね。めっちゃ粉が柔らかいの。あと肌につく感じも柔らかい。わーとかつかないんですよね。わいは鼻が生まれつき曲がってるから、シェーディングでなんとかしていきたいんだけど、それもちょっと難しいところあるから、頑張れるところまで頑張る。え、待って、すごい。コスプレイヤーさんがさ、眉間をこうやってできて影のところにノーズシャドウ入れるといいって言ってたんだけど、すごいこれ。めちゃくちゃノーズシャドウ入れやすい。これ鼻ペチャだからさ、全然鼻筋なんか普段出ないのに。こうやったら、めちゃくちゃ出たし、めちゃくちゃノーズシャドウ綺麗に入った。すごっ！OK。そしたら輪郭には C グラム、リキッドのシェーディングを塗っていきます。色はソフトタンってやつ。これちょっと振り忘れることあるんだけど、振らないとね、分離したのが出てくるから、しっかり振ってからつけましょう。このラインのとこに、一旦ガッツシ塗って、輪郭だけ前のスポンジ使います。てかさ、マジで夕方の定義。夕方あたりからって言ってたから、ワイが思う夕方でいいの？ワイが都合よく捉えた夕方の定義でいいの？それだと6時とかになるんだけど、てか6時とかだったらすごくありがたいんだけど、だってもう今ね、相手からまだ連絡が来てないから、今日ゆっくり化粧しちゃってんの。これさ、わかるかなこれ絶対共感してくれる人いると思うんだけど、相手から連絡が来てなかったら、先用意して待ってよーってよりかは、あ、ゆっくり用意できるって思わん？これマジ良くないよね。でもわい、相手にそうされても何とも思わないから、多分それがね、自分のやつにもね、生きてきちゃってるんだよね。これ生かすべきじゃないのもすごくよくわかってるんだけど、これ、誰か共感していただけませんでしょうか。オッケー。したら、チーク仕込もうかな。これもね、Cグラムのやつ。色がラブケーキ。チークを仕込む時間まで生まれちゃったよ。本当にいいの？そしたら次にチーク。チークはこれ。これもね、ダスト教から教えてもらったやつ。シフレのチークパウダー。111番。待って、眉毛描いてないやん。どうしよう、眉毛。眉毛、これ使おうかな。めちゃくちゃ贅沢だけど。あ、そうだそうだ。話したいこと思い出した。また恋バナに戻るんだけどさ、みんながさ、どんな恋愛をしてきたのかみたいなのがね、俺知りたいんだ。みんなはさ、大恋愛とかしたことある？大恋愛とかじゃなくても、みんなの記憶に深く刻み込まれてる恋愛があったら、ぜひ教えてほしいんだよね。わいは YouTube だからこうやって一人でさ、自分のことも話すけど、基本的には自分の話そんなに得意じゃなくて、むしろみんなの聞きたい側なんだよね。だからみんながしてきた忘れられない恋の思い出集。ちょっと今日コメント欄にぜひぜひ書いてください。で、わいは次。どうしたら失敗しないのかな、まあ、恋愛なんてね、失敗してなんぼだよみたいなところあるんだけどさ、うちのおじいちゃんとおばあちゃんがさ、中学校から付き合って結婚してるんよ。あと、うちのママのお兄ちゃんもそうなんですよ。結構ね、親戚、そういう純愛多いんだよね。どれも純愛なんだけどさ、すごいもう映画みたいじゃない？そんな。中学校の頃から付き合って結婚までするって。俺もそうしたかったよ。というか付き合ってきた人全員結婚すると思って付き合ってきたから、失敗だらけです、本当に。てかこの活動を始めてから、Y が別れる原因っていうのがもう明確で、Y の仕事のしすぎから来る喧嘩とか、そういうので生まれる二人の心のすれ違い的な、そういうのでダメになっていくんだよね。2ヶ月前に別れた人も、1年前に別れました報告出した人も、そんな感じだった。だから多分 Y に原因があるんだよな、マジで。だから Y が変わる必要がある。なんかもう必殺仕事人すぎて、そのせいで喧嘩が増えて別れるみたいな。でもさ、家から出ないやん。飲み会にも行かないやん。で、仕事ばっかしてるやん。これを聞いてさ、あれなんかダスちゃんそれ好条件じゃねって思った人いっぱいいると思うの。でもそれ多分ね、男だったらそうなんだよ。まあ、今の時代男も女も関係ないって言われる時代だけど、やっぱあるやん。そういうの。その証拠に仲良くなった女の子みんなから、ダスちゃんが男の子だったらなーって、彼氏にしたいって言われるんだもん。だから彼氏だったら、すごいいい物件なんだと思う。高立地、良質物件なんだと思うわ。性別が違えば、モテてたっていうことですわ。確かに。MBTI も ESTP だしね。そしたら、だいぶ終盤戦。ちょっと急ぐか。このリップ、あれです。これ毎回聞かれる。シピシピから出てる。デューイフィルムティント03番。桜ユッケ。なんだっけ？桜、なんちゃらです。絶対桜ユッケじゃない。い感じ。したら、ほくろー。おいしょ。あ、どうしようかな。2個つけてっちゃうか。何か進展があるにしろ、ないにしろ、このほくろ2個を受け入れてくれる人じゃないと、ワイとは関われないから、ちょっとこれで行かせていただきます。そしたら、仕上げにパウダー塗って、あ、で、話は戻って、その仕事人すぎて振られるから、これマジで男女逆転って感じだけど、あったかく見守ってくれる人がいいね。別に仕事マンだからって合わないとか、なんかそういうのでは全くないから、むしろさすが ESTP だから、行動力あって、めちゃくちゃ会いに行きますし、だからこそ、仕事は仕事、プライベートはプライベートみたいな感じで分けられたら最高だよね。うん。ワイにとっての一番の癒しであってほしいな。まあ、向こうにとっての一番の癒しでもありたいと思うけど、自分は自分で、まあ、ダスちゃんはダスちゃんだよねーって言ってくれる男の人いたら、やばいね、それは。最高だね。結局さ、恋人だから、もう同じものをこう共有したりとかさ、まあ、時間もそうだし、すべてにおいてそういうの大事だと思うんですよ。いや、ワイもね、すごくそれね、大事だと思うんだけど、一緒にいない時間とか、もしかしたら仕事マンだから仕事してたりするし、その時はちょっとわかんないかもしんない。ほんと、会いに行ったりとかするし、大事にするし、なんかめちゃくちゃ男性側のマインドだけど、いい人が現れたらいいなぁ。ちょっとなるべく早めになるべく早めに現れてくれたらね、本当に願ったり叶ったりです。OK かないい感じかなメイクは。そしたらちょっと連絡をね、確認してみましょう。お来てるじゃーん。ん17時ぐらいには出れそうらしい。今の時刻15時20分。で、今の Y の状況で言うと、髪とかはもう何もやっていない。これはどっちに転ぶ？どうする？いいよーって言って、いやでも1時間で作れるわけがねえんだよな。うわーどうしようどうしようどうしよう。1時間で作れるわけはないけど、こういう時に変な自信が出てきちゃうのも、マジで ESTP。どうしよっかな。ちょっと一旦考えよう。考えながら髪にミルクを塗っていきます。ビューティーラボから出てる洗い流さないトリートメント。とてもしっとり。これしっとり、とてもしっとり、もっととてもしっとりがあります。3種類あったはず。を内側から塗っていきます。ミルクは内側、オイルは外側って聞いたんだよね。どっかで見たんだけど、ちょっとどこで見たかは忘れちゃった。どうしよう。いけるかな？1時間あれば作れるのかな？ちょっとどれぐらいかかるかちょっと見てくる。どれぐらいかかるやつあれ？あ、30分。あ、これも30分。あ、これ40分でできる。いけんじゃね？いけそう。待って、希望が見えてきた。これ本当にできないから、あらかた材料買ってやって、マジでね、作るものも簡単なものにしたんですよ。だから多分ね、いけるかもしれん。じゃあ、Y も17時ぐらいに家出ます。送っちゃった。ってことで、じゃあ今から、タイムアタックが始まります。まず、髪を乾かすところから。で、ちょっとここで登場するのが、こちらですね。ドン。これ最近買ったの。もう、エクステにしてから髪乾かすのバカ大変で、これはね、こういうやつ。こうやってね、乾かしてくれるの。で、まあ、このままでもいいんだけど、ワイはね、これを小泉のやつと二刀流で乾かしていきます。それでは、バレンタインデートまで急げ、タイムアタック、よーい、スタート。で、根元だけ乾き終わったんで、次、これ。ワイの大好きな、あんず湯。これを大きく2回。1、2。これ振りかぶって。で、今度はこれ外側から。このあんず湯ね、ワイ、ブリーチ毛なのに2滴でいいんですよ。つまり、これ黒髪の子ってもっと少ない？マジ1滴とか？そんなんでいいと思うんだよね。ワイ、買って初めて使う時に4滴塗って髪ベッタベタになったから、このあんず湯マジでいいし、本当に大好きなんだけど、使う量は注意です。わー、ちょっとこの癖っ気が、羊ってあだ名がついてた頃の名残がありますね。よし、そしたら今度は、ブロー。オッケー。綺麗に乾いたね。今日ちょっとピンクチャージもしたしね。そしたら髪の毛をやっていきます。どんな髪型にしよう。ストレート？お下げ？ハーフツイン？迷うね。それこそ、ゲットレディー with me の時っていつも髪ストレートばっかだったから、今回はちょっとヘアアレンジをしたいなと思ってるんだけど、うわー迷うなー。ハーフツインにしよう。今、ワイが着てる服がね、ハウルズのジャージなんだけど、実は昨日発表されたんだけど、ワイ、ハウルズで撮影協力をさせていただきまして、なんかちょっとこう、モデルみたいなことをさせてもらっちゃったわけですよ。だからね、みんな知ってる？ハウルズさんのインスタに、こんなデカデカとね、ワイが乗ってんのやばくない？で、その時の撮影では、ハーフツインとお作業をしてたんだけど、お作業のやり方は TikTok に載せてるから、ワイのハーフツインってね、実は、ハーフツイン自体には秘密はないんだけど、ワイの髪型に秘密があってね、ちょっとそれとかをもろもろ説明していきながら、セットしていこうかなと思います。ってことで、まあ前髪はちょっと後でやるにして、まず触覚から、触覚ね、ちょっと難しいんだけど、一旦、Y が持ってるすべての触覚を引き出していきます。こんな感じ。こっちも。持ってるやつを全部出す。でもね、持ってるやつ全部出すと、結構この上の方からもう全部出てきちゃうから、少し後ろに戻していってあげます。この触覚の量はね、アニメっぽく見せるのには結構重要。Y はね、いかに二次元に近づけられるかっていうのと、あともう一個すごく大事なのが、可愛くなりすぎないこと。なんか可愛いオンリーだとちょっと恥ずかしくて、ハーフツインすごく可愛いんだけど、Y のハーフツインはちょっとツンツンしてるから、それでちょっと恥ずかしさ紛らわせてるみたいな、そういう部分あるので、ここもちゃんと説明していくね。こんな感じで触覚取ってあげて、そしたら普通にハーフツインしていくんですけど、もみあげのところからぐーっと手を入れて、これ量はね、マジで好きな量でいいんだけど、3分の1ぐらいかな。で、こうね、湯いていきます。何で結ぶべ？細いゴムで結ぶか。これもシーンで硬いやつ。これで一旦ちょっと上めに、上の方で結んだやつを下げることはできるけど、下めに結んじゃったやつを上げることってちょっと難しいのね。ぐちゃぐちゃってなっちゃうから。これ守護キャラの主人公みたいじゃない？これをもう一丁。で、ふわっとしてる毛をまとめちゃいます。使ってるのは、ブースをの使い切った中にオイルを入れたやつです。オッケー、こんな感じで結べたら、一旦テンションを上げるために前髪をセットします。テンションを上げるために先に前髪とか顔周りセットしないとね。結局顔周りがちゃんとしてれば、どんな髪型でも意外と似合ったりするんだけど、逆に顔周りがしっかりしないと、どんな髪型もY的にはあんまり似合ってないように見えちゃうから、セットしていきます。顔周りは比較的まっすぐにするんですけど、逆に顔から遠い方の毛は丸く作ります。こんな感じ。こっちも上をすくってくる。で、前髪はね、別に皆さんお好みで。そしたら、最近 Y が使っている、これ、ミゼルってところのヘアスプレーなんだけど、Y 最近さ、ケープ使ってて、ケープがもう、ここに残っちゃってね、前髪がアイロンするたびに、ピシーって、もう、ピーってなるようになっちゃったの。で、それを美容師さんに相談したら、めちゃくちゃそれ痛むよって言われて、スプレーが残ってる上からアイロンをかけることになるから、チリチリになるよって言われて、で、やっぱりケープって、もちろん需要があるからあれなんだけど、ちょっとやっぱりサロンのものとかと比べると、髪が傷みやすいっていうのとかもあるみたいで、これはちょっとね、最近いろいろ使ってみて、最終どれがいいのかっていうのはまだ分かってないんだけど、今はね、一旦ケープお休み。で、なんとなく前髪を決めたら、顔周りとかもね、これ遠くから見て決めて、とりあえず一旦全振りで、フォームでこの毛先だけ溶かします。そしたら髪を全体的にストレートにします。いいね。綺麗なサラストになった。そしたら、あとはツンケンさせていくだけ。ね、ツンケンさせていくのがね、レイヤーが入ってないとできなくて、これね、いつもライアさんっていう人にエクステをつけてもらってるんだけど、今回ね、ハーフツインができるように髪をカットしてもらったの。で、Y のできるハーフツインっていうのが、この外羽を駆使したハーフツインで、特に骨格に関係があるとか、そういうのは全くなくて、完全に Y のもう気持ちの問題なんだけど、けど、SNS でいろんなこのハーフツインを見てて、倍でもできそうって思ったのが、このツンケンしたハーフツインだったのね。もうちょっとツンツンしてるだけで、なんかもう可愛いオンリーじゃないというか、ちょっとかっこよさも入る感じが、ワイはめちゃくちゃ好きで、このハーフツインするにはどうしたらいいですかってライアさんに相談した時に、レイヤーカットすればいけるんじゃないかなって言われて、じゃあレイヤーカットしますっていうので、やってもらいました。結果めちゃめちゃ気に入ってるし、ストレートの状態でもめっちゃ可愛いのと、ワイの念願のハーフツインもできてね、めちゃくちゃ満足しております。この切り方結構ハマりそうなんだよね。こんな感じで、短い毛がね、ピョンピョンピョンって出てくるから、これをすくい上げて跳ねさせてあげるんよ。いいんじゃないかい。そしたら、こちら。これなんて読むんだろう。ソエフかな？絶対違うと思うんだけど、これね、ピンクのラメが入ってるヘアミストなんだけど、これ青バージョンもあって、確か黄色もあるはず。ピンクの髪にこの青を振ったらちょっと透明感が出たりとか、ほんと若干なんだけど、そういうのをしてくれるやつです。これめちゃくちゃ大好きでね、色も好きなんだけど、初めてかけてもらった時に、ツヤ感がめちゃくちゃいいなと思って、そっからずっと使っています。ほら、わかる？このツヤ。ハイトーンってね、髪バサバサのイメージない？まあね、ほんと、お手入れがすごく大変だからさ、しょうがないっちゃしょうがないんだけど、ツヤツヤに越したことはないので、これを振りかけています。そしたら、鼻に最後、軽くハイライトを塗って、微調整をしたら、完成！いい感じかもしれない。だって首の色とあれが違うわ。ホワイトコンク。ホワイトコンクもね、結局使い切らなかったんだけど、使用期限的にソロぼち買い替えた方がいいんじゃないかなと思って、新しく買いました。でね、なんかポンプタイプもあるよって教えてもらったんだけど、あれボディウォッシュだべみんな。でもすごいよね。ボディウォッシュだったり、ボディミストだったり、マジ何でもあったんだよね。本当にいろんな商品出してて、ここすごいよね。それでは新しいやつを使っていきます。で、着替えた後にもうちょっと肌露出するようだったらホワイトコンク足そうかな。はい、そしたらこんな感じで一旦準備、過去仮なんですけど、完成しました。そしたら、チョコ作りに入っていきますか。待って。ちょっと緊張するんだけど。できるかな？待って、時間もなんか、いい感じの時間。急げー。やばい。あまりにも料理を作る格好ではない。料理を作ってはいけない要素がめちゃくちゃありすぎる。とりあえず服に関しては、これが一番埃が飛び散らない服だったっぽいんですよね。ジャージの生地だからさ、その繊維が飛び散ったりしないのね。だからまあこれは OK でしょ？で次髪の毛。髪の毛はね、もうさっきセットしちゃったからどうしようもないけど、これ後ろにね、しまうことぐらいはできるんですね。これでちょっと今日はやっていこうと。窓まぎかなもうちょっと似ても似つかないけど。で、ネイル。もうネイルはね、もうしょうがないから、ちょっと手袋をしていこうと思ってます。とりあえず一旦手を洗って。で、今回作るのが、トリュフとテリーヌとブラウニーなんだけど、絶対余るから、ちょっと優先順位的にはトリュフなんだよね。で、なんかわい、めっちゃこれごつく見えない？ちょっと待って、ちょ、作戦変更、作戦変更。別のに変えてきた。そしたら作っていきますか。そしたらまずトリュフから。よろしく頼むぞ。じゃあブラウニーも作っていっちゃおう。で、あとはテリーヌ。こんな感じでできた。いい匂い。はい、そしたら一応トリュフテリーヌガトーショコラ、あ違う、間違えた、これ何これ、ブラウニーができたんで、今一旦冷蔵庫に入れてて熱を取ってる状態なので、私は着替えだったりとかその他もろもろやってこようと思います。行ってくるね。できたあと、着替えもしてきました。ちょっと今日は、前には珍しく白を着てみたんだよね。で、これはね、前回あげたシーンルックブックの時に着てた服なんだけど、もうまるっきりそれと同じ格好で行こうと思っています。やばくない？白って何？結婚するの？純白のドレス的な、なんかそんな感じってこと？でね、なんか指輪なんかもつけちゃったりして、で、このヘアゴムはダサいって言われるかもしれないですけど、もしかしたらラーメンを食べる時が来るかもしれないから、そんな時にこれつけとくと、戦闘力だいぶ上がりますから、我々は常に腕ゴムはもう高校生からしてるので、もうこれはちょっと欠かさず。んで、ブレスレットもね、常につけてるやつ。で、ネックレスもAmazon で売ってる、2連の常につけてるやつ。ちょっと常につけてるやつが多くてすいません。で、さすがにこれだと寒いと思うから上になんか羽織って、ご飯食べるときは脱ごうかなみたいな、そんな感じで行こうと思います。で、実際に出来上がったチョコを見せていきます。緊張するよー。ハウスダスト、もう何年ぶりかわからない手作りチョコは、こんな感じで出来上がりましたー。どう？なかなかうまくいったんじゃないかなー。手作り感あるけど、でも手を抜いてない感じも出て、なんかめちゃくちゃうまくできたんじゃないかなって思ってるんだけど、みんな的にはどうですか？で、自分にも作ったの。自分にもちゃんと箱に入れてね。こんな感じで。テリーヌ。これテリーヌね、めちゃめちゃ美味しそうなの。てか、テリーヌ多分食べたことあって、お菓子作り上手な友達が確か作ってくれたのを食べた記憶があったんだよね。匂い嗅いで分かった。なので、自分にも作っちゃいました。これ食べるの楽しみ。向こう持ってこうかな。ご飯食べに行くんだけど、その前に持ってこうかな。まあちょっとその辺はね、おいおい考えつつということで。久しぶりのバレンタインチョコレート。ダストから愛を込めて。愛のこもった義理チョコということでこんなに余裕ぶっこいてますが、全然5分ぐらい遅刻してるんで、急いでカバンとかチョコとかいろいろ持って忘れ物ないように行ってこようと思います。で、あとね、肩にね、これホワイトコンク塗ろうか迷ってるんだけど、どうしようかな。いいよね、塗んなくて。ここが白ければ多分ここも白く見えるよねということで、場合はあまり気にせずやってるんですけど、まあ、気になる方はね、塗ったらいいのかなとかね、思ったりなんだり、ちょっともうテンパりすぎて何を言ってるかわからないんですけど、とりあえず行ってこようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。YouTube のチャンネル登録もそうなんですけど、インスタ、Twitter、TikTok もやってますので、よかったらそっちのフォローもよろしくお願いします。最後の挨拶はしっかりやりたいから、手を抜かずちゃんとやっていくよ。それでは、次の動画も見てくれよな。バレンタインのチョコも添えて。